さあお待たせ。試合3年ぶりの美咲くんとのプレー、久々のこの緊張感。行くよ美咲くん。激しいタック。翼くん、ボールを奪うことができません。キュラク次々にかわしていく。ここから一気に攻め込みたいところ。この一撃がタイガーブンド。このボールに対策、キーパー反応するも決まった。見たか、これが俺の力だ。ゴーだ。そら食らえ。もらった。タイガーブンド。それ、それ右へ回します。ドリブルと見せかけてパス。ここは抜かせません。ほら、ヒューガさん、ボールを奪った。翼くん、ここは抜かせません。これは南米式のドリブルだ。ガードナーくん、パスを回す。美咲くん、激しいタックル。ドリブルで突破。セガールくん、このスライディングが決まった。あと、ドリブルを見送る。カーネギー君、このスライディングが決まった。新田君、カーネギー君、ボールを狙うも届かない。飛行士の華麗なことだ。ボールは友達、これは出しません。ロブソン君、激しいタックル。ここでパスカット。ジンゴ君、まさに走るダンプカーだ。カーネギー君、激しいタックル。チャージが決まった。ここからチャンスを作れるか。飛行士の華麗な技だ。翼くん、ここで止めた。敵陣へ攻め込みます。翼くん、これは南米式のドリブルだ。よし、フェイントだ。止められない。ヒューガ君、もうこの位置。タイガーショットだ。これはキャッチできない。ロブソンとぶつかっていった。アダムズ君、ここは勝負を避けた。横をすり抜けた。翼くん、激しいタックル。飛行士の華麗な技だ。体を反転させかわした。それ、俺を抜いただと。いくぞ。渾身のシュート。これはおはようドライブシュートだ。翼くん、このシュートを。俺たちの闘志を見たか。ここだ。それ、いくぞ。いけ。おりゃ。そら、ディーン君、右へ回します。行け。チャージが決まった。セガール君、激しいタックル。イングランド、ここで持ち前のパワフルなサッカーが炸裂するのか。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。それ、体ごとぶつかっていった。翼くん、これは南米式のドリブルだ。敵陣へ攻め込みます。ツインシュート。翼くん、これはゴールデンコンビが見せる大技。ツインシュートだ。キーパー反応する。やった。翼くん、このシュートを決めてきた。翼くん、これだ。ツインシュートだ。ハラリー君、横にかわして突破。美咲君、タックル決めた。横をすり抜けた。あっと奪い返した。ドリブルでボールを運ぶ。もらった。かばして振り切った。これはごぼう抜きだ。ここからシュートに持っていく。バラシマズ君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。カーネギー君、このスライディングが決まった。マッコイ君、センターラインを越えて攻め込む。いや、これで体を反転させかわした。よっしゃ。ここは倒産と。スライディングでカット。横をすり抜けた。ライト君、横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。カーネギー君、ボールダッシュ成功。美咲君、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。横にかわして突破。
イングランド、ここでもお前のパワフルなサッカーが炸裂するのか。パスを出します。あとドリブルを見送る。カーネギー君、スライディングでカット。チャージが決まった。さあ、もらった。前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。ガードナー君、激しいタックル、かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。マッコイ君、敵陣を切り裂く。石崎君、激しいタックル。カーネギー君、ボールをね。さあ、注目の後半戦。マッコイ君、ここはパスを出した。ヒューガ君、ボールダッシュ成功。よっしゃ、いけます。カーネギー君、このスライディングが決まった。平田君、ボールダッシュ成功。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。いくぞ。平田君、豪快にシュート。体ごとボールにぶつかっていく。これはブロック失敗だ。不正だ。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。よし、もらった。ヒューガ君、ゴール前に戻るな。お、フェイントだ。チャージが決まった。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。ジンド君、ここは抜かせません。激しいタックル。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。飛行士の華麗な技だ。体を反転させかわした。もうこの一撃がゴールを生む。ロビンソン君、このシュートを正面から受け止める。パントキックで大きく蹴り出した。ボールを奪った。ボールは友達、渡しません。ここはパスを受けた。ヒューガ君、次々にかわしていく。次はオーストリアの先行。これがタイガー。ロビンソン君、横へ。ゴール隅に決まった。信頼してくれるみんなのために勝つ。ピャッ、どけ。これがタイガーショットだ。リーン君、パスを回す。ここはパスを出した。かわして振り切った。激しいタックル。これは南米式のドリブルだ。体ごとぶつかっていった。いけ、ハーリー君、素早く横にかわす。鋭いスライディング。いや、ハーリー君、ここからチャンスを作れるか。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。ここから打ってきた。それ、ディーン君、ボールを狙うも届かない。ボールは友達、渡しません。翼君、これは南米式のドリブルだ。ジョエル君、ボールを奪うことができません。それ、体とぶつかっていく。アダムズ君、タックルを決めた。ここは抜かせません。飛行士の華麗な技だ。カーネギー君、スライディングでカット。パスを出します。足元ぶつかっていった。パスを回す。ガードナー君、ここは抜かせません。横をすり抜けた。石崎君、はあと、ドリブルは見送る。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。あっという間に抜き去った。ここは倒産後、このスライディングが決まった。イングランド、ここで持ち前のパワフルなサッカーが炸裂するのか。あと、このパスが通ります。これで、しまった。ディーン君、ここからチャンスを作れるか。パスを出します。マッコイ君、激しいタックル。敵陣へ攻め込みます。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。ここでボールを受けます。翼君、ゴール前に上げた。
ロビンソン君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。カーネギー君、ここは抜かせません。ムハザ君、激しいタックル。さあ、試合も残りわずか。最後まで相手展開も期待したいところです。体ごとぶつかっていった。ドリブルで突破、ここで止めた。飛行士の華麗なものだ。体を反転させかわした。もうこの一撃がタイガーだ。横っ飛びで鋭く反応、防いだ。全日本勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。Yeah!